住む小さな星の世界です。小さな火山が3つ、1つは旧火山、バオバブの木は新芽のうちに摘まないとすごく茂るので大変なことになってしまうので、王子様は大忙しです。そこへどこからか飛んできたバラの種が芽生えて、王子様は毎日水をやって可愛がったおかげで、つぼみが今まさに開こうとしているところです。Thank you.
旅に出る決心をしました。命令ばかりする王様やうぬぼれ屋だの飲んだくれだの感情ばかりに明け暮れのビジネスマンやただただ命令に忠実な天童子などの住む小さな星々を訪ねておしまいに、地理学者の住む星で進められて大きな地球に降りていくことになるのです。
君は誰？
どこにある
尋ねなさい。 地理学者に勧められて地球に降りたところは
大きな大きな砂漠なのでした。怖い蛇が出てくるのです。王子様は友達を探すため高い山に行きましたが、小玉が帰ってくるだけだし、バラ園に行ってはあまりにもたくさんのバラに驚いて、自分はなんて惨めな王子なんだと悲しくなって地面に泣き伏してしまうのです。そこで狐が穴から出てくるのです。
次にピンとこない薬売りに出会って狐に会いたくなって狐のところに飛んで行きますが、狐はバラ園の裁縫を勧めて秘密のプレゼントを約束します。こんにちは。こんにちは。どうだった？鉄しげす。何してる？旅人を開けてるよ。列車を左右に行く先を開けてる。気をつけて通過。なんだった？列車だよ。なぜ走る？急いでる。なぜ急ぐの？知らない。
ないどこへ行くかもなぜ時間がないのか急ぐのか違う列車だよ住んでるところが気に入らないの気に入らないならそうかもね到着するまで居眠りしている子供らだけが何かを見つけるに押し付けながら子供らだけが何か見つける花を窓に押し付けながら子供らはおもちゃの切れ端が大事なので取ればすぐ泣き出す Oh,
君に秘密のプレゼントをあげるよ。Thank you.
えねば愛は目には食べてくれる羊がいればいいなぁと考えながら砂漠の方へ歩いて行きました。一方パイロットのアントワーヌは実はこの物語の作者サンテグジュペリなのですが、乗っていた飛行機がサワラ砂漠に不時着してしまって、故障と格闘するうちに砂漠の夜となっては眠るしかないと諦めて、眠りこけたその明け方に小さな人声に起こされるのです。違うの書いて。
問題なのだ。
頭に来ていたので、でたらめ言ってしまったのだ。君は大人みたいなこと言って、何もかもをお茶混ぜにしてる。僕の腹がもし食べられたら、僕は僕は君はわかんないか。僕のバラは世界一だとわかったのだ。話し始めました。王子様のアリア、砂漠の神秘を歌って、眠ってしまった王子様を抱えて、アントワーヌもアリアを歌います。彼もこの不思議な星の王子様のことがだんだん分かってきて、離れがたくなってくるのでした。Ooh.
奥の狐と同じみたい。空の星が大好きな
果てしない砂漠の僕のここに降りてきた不思議な山に釣られて、アントワーヌは一緒に探し歩いて、ついにカラコラ音を立てる滑車のついた砂漠の井戸を見つけました。王子様は飲み終えて狐の言葉を思い出し、星を見つめながら花への思いを歌います。重すぎ僕やるよ、君飲みなさい、君飲みなさい、なんて美味しい恵みの水、僕の肌は贅沢できる、飲みな贅沢だ、飲みな、お粉はいつも感謝もしないで、足りない雨の静かな星の夜です。王子様は花への思いに耐え難くなり、お家に帰る決心をしたので、蛇の言ったことを思い出して辛い苦しい覚悟を決めたのですが、アントワーヌは青ざめた王子様のただならぬ様子に敏感に反応し始めました。でも王子様は静かに別れることを望んだのでした。Thank you.
星の王子様はお家に帰りました。皆様は星空を見てどの星が王子様の B612 か探してもわからないでしょう。でもそれでいいのだと王子様は言いました。なぜって、すべての星に花がいて僕の笑い声がすると思えるでしょう。だからですって。星の夜には窓を開けて私たちは星の王子様の物語に慰められることでしょうね。